どうもご視聴ありがとうございます。今回の動画は尾翼サーキット B コースでのドリフトの映像となります。途中解説もありますので、よかったら最後の方までご視聴ください。またあると FR チャンネルではいろいろな車の動画がありますので、よかったらチャンネル登録の方していただきますと嬉しいです。Bコースは普段使っている軽トリチャレンジの A コースと違い、コースが広いので速度も乗ります。実際初めての時は B コースだったらドリフト、アルトだったら難しいだろうなと思ってたんですが、実際走るとこのぐらいまでドリフトができますので、同じようにアルトの FR にして走ろうと思われている方おられましたら、ぜひ参考の方にしてみてください。走りの解説後にフェイント進入以外の外からの映像があります。では尾翼サーキット B コースのコースの説明させていただきます。左下にあるのがコースになります。まず最初から手前のコーナーを3速で繰り返しております。で、最初コーナーのアウトをできるだけいっぱいまで立ち上がってストレートをまっすぐに加速しています。ここで4速で若干ストレートからフェイントをかけて内コーナーに進入しております。それで3速に落としています。コーナー曲がりながら曲がりながら3速のまま曲がって内コーナーをクリアしているような感じです。で、次のコーナーに向けて繰り返しております。ここはあとは S 字なので、この辺はパワーが結構なくても抜けるような感じになります。あとポンポンとリズムよく繰り返したら進行となります。続けて今度は走りの別バージョンという感じになります。真ん中のストレートから3速のままクラッチを蹴って進入しております。ここでまた振り返す。でギアは3速のまま3速のままできるだけこのままギアで引っ張って、途中回転が落ちそうになるところからクラッチを対応しています。4速に入れて、ここはもう大きくフェイント、先ほどと違いまして大きなフェイントが入ってます。で3速に落としてますね。このまま1コーナーもほぼアクセルの全開のままでクラッチを対応しながら1コーナーを曲がっているような状態になります。でまた振り返す。このままギアはまだ3速のままで、2速でもこの辺はいけるんですが、ちょっとギアのままは3速のままで曲がっています。 S 字をポンポンと振り返して終わりという感じになっております。ここは真ん中のストレートですね。ここちょっとフェイントをかけて回っています。で真ん中のストレートにかけて立ち上がっております。こんな感じになりますね。で続けまして3速のまままた一周いきます。振り返しながら最終コーナーを立ち上がっております。できるだけコース振り返して振り返して、ちょっと知り合いがおったのでちょっと手振ってますね。4速ドリフトしながら4速行って、ここはもうよくあるストレート3発ぶりっていうやつですね。それで3速に落としてますね。で1コーナーを抜けてほぼアクセル全開ですね。ブレーキはフィルアンドトゥーみたいな感じで使ったり、左足のブレーキで減速したり、もう基本的にアクセルは全開な状態で繰り返して、ここはもう S 字なんでパワーがそんなにいらないので、ちょっとアクセルワークを使って繰り返してます。
も誠にありがとうございます。もしアルトワークスを F1 にしてドリフトしようと思いましたら、こちらの動画ぜひ参考にしてみてください。今後の動画の方もよろしくお願いいたします。またチャンネル登録、コメント、高評価の方もよろしくお願いします。